こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はサマナーゾーンをやっていきたいと思います。サマナーゾーンなんですけど、召喚石が溜まったので引いていきたいなと思ってるんですよ。しかも溜めたんですよ、今日のために。召喚石がアナベルとこの極地の女王の人、これのさ、慈愛の手がすごい強いじゃん。アークエンジェルもいるので、これは引かないとと思って召喚石450個貯めたんで9連して、あと一応まあ不思議な召喚書も2つあるので2回引いていきたい、いけたらなと思っております。まあ、アナベルに関してはね、私サマナゾーンのニコ生出させてもらってるんですけど、サマドルっていうね、女の子がまだ私の他に2人いて、その中の1人のミナユイちゃんっていう子がアナベルのコスプレやってたんで、なんか、私のキャラではないんですけれど、でもアナベルはすごい、私個人的にすごい欲しいなと思ってるね。今回が熱いなと思って弾いていきたいと思います。では行きます。あ、最初からダメだった。ミノタウルス、サーペン、ミスティックビーチ。やばい、光らず終わるっていうあれあるよ。あの司祭だ、これはもう黒いのスキル上げだよ。バウンティーハンター、あと3回しかないんだけど、やば。パーペント一人すらしないよ。バウンティーハンター、うわ、ラス位置じゃないこれ。うわ、終わった、終わった。じゃあ不思議召喚行こう。よく来た。不思議召喚は光るね。はい、おお、覚醒済み出てたか君が。そうかい。でもこの辺さ、水の子が強いか。水の子が強いんだよね、あの子って確かね。まあそんな感じで、不発で、あれなんですけど、だって火使ってる人あんまいないもんね。ああ、でも敵全体に回攻撃しだったら、なんか、あれね、もしかしたら、絶望を使ったら良さそうだけど、でもなんか水の方がよく見るので多分水の方が強いんでしょうね。リーダースキルもないんだ。あ、なるほどね。これは水の方がいいね。まあそんなわけで、不発に終わったんですけれども、頑張って、今回の召喚石はすごいいいメンツが揃ってるんで、よかったら弾いてみたらいいんじゃないかなと私は思っております。で、そう、サマナーズオーダーを MSSP 全員集合ということで8月28日にニコ生また出演するので、よかったら見てください。7時半からかな、六本木の方で公開生放送があって、もう今観覧募集が終わったのかな、終わってるんで、来てくれたらすごい嬉しいなと思っております。あと今水属性の武人の秘密ダンジョンがオープンしてって、私ね火持ってるんですよ、これの。まあ時間がある人は回ってもらって、あと強化石まだ8個しか見つけてないんだけど、明日やっと私12時間のあれが止まるので、ほら経験値2倍アップ、その時に分回そうって思ってるんで、この時にいっぱい集めたいと思います。ちなみに、強化石を使うと、ルーンのね、レベルアップするのが、強化成功率2倍になるんだ。私、それを初めて知った。上がるだけだと思ってた。2倍になるんで。これはすごいお得なんで、15がマックスじゃないルーンで。プラス12ぐらいまでは、自力で上げて、12からは強化石使ってあげると、なんかすごい効率よく15にできるんじゃないかなと思うので、ぜひ、集めてください。はい、頑張って集めていきたいと思っております。
まあまだ10日あるんでね、まあまあまあいっぱい集めようと思っております。はい、そんな感じでイベントの説明も終了ということでいいんじゃないかしら。あ、ちなみにこの間の8月14日だったかな、あのニコ生は見ていただけましたでしょうか。ちなみに今日のコーデです、白いロングワンピを着ました。ノースリーブのロングワンピですやっぱ白はすごい好きな色なので履きたくなっちゃうんですよね、すごい。まあよかったら、あのよかったら、あの なんだろう、あ、そうそう、マミチャンネル、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あの3万人突破したので記念枠も取ろうと思っております。あの2万5000人の記念枠もすごいイケメンのダンスのコスプレをしたのでよかったらそちらの方もご覧ください。あとは YouTube のコメントも随時お待ちしております。あとマミチャンネル Twitter やってるのでよかったらフォローしてください。あの検索したら多分出てくると思うんでよろしくお願いします。まあそんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またねー。